はようございます。おはようございます。ということで、はい、お久しぶりですよね。お久しぶりですね。3ヶ月ぐらい？間空いちゃいましたね。間空いてましたけど、結構なんかお忙しそうで。いえいえ、貧乏暇なしです。いやいやいや、なんか山口さんもツアーやってたりとか、ね。まあそうですけど、海外いっぱいなんかいろんなとこに行ってて、2016年はですね、うん、ポール・リード・スミスに始まり、うん、マクノートギター行って。で、この間ちょっとヨーロッパに久しぶりに、もう実に久しぶりに、なんか楽しそうな写真いっぱいなんか上げてすいません、すいません、仕事です仕事なのか何なのかいやいやねえ、そう、ドイツですね。ドイツって、それは何でしたっけ。はい、ベルリンに行ってきたんですよ。ベルリン、で、ベルリンで個人制作家の、うん、総合展示会、ホーリーグレールギターショーっていうのがありました。なんかすごい、なんか神聖な名前の。そうなんですよ。へえ。で、そこに行ってらっしゃったと。はい。なんでですか？ホーリーグレールギターショーってまず何かと言いますと、うんうん、個人制作家の展示会なんですよ。おで、まあルシアって言葉ありますよね。はい。メーカーとか工場とか工房とかと違って、一、うん、人で作ってるような方々、うん、で、世界中のルシアがこう一堂に会してやる、うん、展示会なんですけども、まあ一応審査があって、その審査に合格した人たちだけ出られるというと、選ばれしルシアが集う、選ばれしルシアがホーリーグレイ、めちゃめちゃ楽しそうじゃないですか。そう、楽しかったですよ。遊びに行っちゃダメです。遊びじゃないですね。遊びじゃない、仕事ですよ。もうでも制作家じゃないじゃないですか。そうなんですよ、これがですね、うん、まあホーリーグレイルギターショーって、まあ名前を知ってたんですね、はいはい、でまさか自分が行くことなんてまあないだろうと思ってたんですけど、うん、あれと、うちで扱ってるあれが出るじゃないかということに気づいてしまいまして、じゃあっていうことで、なんか出られるそうですね。しめしめ、いやいやいや、しめしめじゃない、カバン持ちでもしましょうかなって浮かずにちょっと言っちゃったんですよね。楽しそう、いいな。そしたらあれよあれよと、あ、なるほど、そういうことになっちゃいまして。あ、そういうことなんですね、そうなんだ。ホーリーグレールギターショー、はい、じゃあそこの、そこにまあ出られたその制作家の方、はい、まあ、今日ね、お話聞けたらすごく楽しいですよね。楽しいですよね。やっぱり生の声の、そういう話、ね、なかなか聞けませんから。じゃあちょっと、念力で。出しちゃいますか。なんとか、召喚できると、いいかなと思うんですけど。いきますよ。はい。はい。はい。どうも。出てきていただきました。はい、やりました。出てきていただきましたね。お名前を伺ってもよろしいでしょうか。はい。アイハッシュギターズの、イハシと申します。イエーイ。今日お招きいただきたい、いただきました、ありがとうございます。緊張しないでいいですか。ちょっと慣れてない。いや、普通制作家の方ってあんま喋れないので。そうですね、ちょっと、いや、じゃあ今日はね、神々で申し訳ない、うん、全然問題です。じゃあもうお話をちょっとね、今日はいろいろ聞かせていただけますか。ぜひぜひ。はい、ね、ちょっと重浦さん、はい、まあ僕との、まあ、出会いですね、うん、アイハッシュギターズ、まあ動画も今まで撮らせていただいて、知ってる方も多くいらっしゃると思うんですよ。特に山口さんの演奏で、はいはい、気に入っていただいて、あの演奏で、うん、もうストラト、非常に評判が良くて。あ、そうですか。ありがとうございました。こちらこそです、こちらこそです。で、それを遡ることしばらく、まあ、楽器フェアに出られてたんですよね、うん、で、楽器フェアに出る前にネットで見てて、まあ、海外のブランドだろうと思ってたんですよね、うんうん、で、それからひょんなことに、あれ、なんか日本で作ってるらしいぞと、うん、しかも一人で作ってるらしいぞと、うん、バカなやつがいたなと。すいません、すいません、すいません。なんかね、それでまあ話聞いてみるとバカだったんですけど。バレちゃいましたね。楽しそうな旅してきた感じですよね。いや、もうどんどん付き合ってましたからね。大丈夫ですかこれ、ちょっともうちょっと穏やかなトークに変えましょうか。大丈夫です、大丈夫です。編集します。申し訳ない。なるほどね、あ、まあ、そこから、うん、そうです、ブランドを知ったのが2年前ですよ、ね、これ2016年なんで14年ですね。14年の楽器フェアでね、お目にかかって、はい、で、僕の方から、はい、ちょっと営業をかけさせてもらって。なるほど、うん、ぜひうちのギターをね、うん、ちょっと確かめてほしいと、はいはい、いうことで、チェックしてもらってね。それからですね。そうですね、はい、いや、この前ね、僕が弾かせていただく前かな、前々回ぐらいの撮影の時にこれ何ですかっていう話をして。そうですね、ちょっと今日は弾かないけど、あの
今日弾かないけど今日撮影しないけど これちょっと触らせてもらってもいいですかみたいなとこで最初見せていただいたのが初めてで、うん、なんじゃこりゃと、とんだバカがいるなって。すいません、なんか大丈夫ですかね、インターネット上でディスってるんですけど。いやすごい褒め言葉というか、なんだあれはという、ぶっ飛んだというか、なんていうの、こんなの見たことないっていうところからだったんで、そうですね、うん、いや素晴らしいなと思いましたね。でまあ弾いてみて、まあね、音も良いしで楽器としてしっかりして、まあね、あのルックス、まあ、メタルトップで、ね、うんうんうん、ちょっと特殊な、何て言うんですかね、その材質で、まあ、突拍子もない音が出るっていうのは、まあこれちょっとどうかなって思うんですけども、しっかりこうギターのいい音がしてるので、だそれすごいびっくりして、でこの前ですね、前回ね、あの弾かせていただいて、まあね、こう動画見ていただければ分かると思うんですけれどもね、そういうのですね。そのホーリーグレールギターショーって、まあベルリンでしたっけ、はい、どうでした、すごいなんか楽しそうな写真いっぱい上がってたんですけど、なんかもう遊びに遊び半分で、仕事です、仕事ですか、ギターショーがメインで、その後にちょっと観光だけしたっていうだけですけど、まあそっちの方が日程長かったんですけど、なんかね、そっか、まあ、じゃあ規模的にどんぐらいの会場の規模なんですか。まあこう大きなホテルの、うん、こういろんなことに使える多目的ホールみたいなところで、はいはい、うんうん、130ブランドぐらいが、ほうほうほう、こう出まして、結構ありますね。まあ、なぜでしょう、こう一つのテーブルに、2ブランドずつの、うん、なんつうでしょう、それぞれの場所の大きさとかも全員一緒で、うんうん、同じでテーブルの上にギターを乗せて、うん、でそのギターで、みんなで勝負みたいな、そういう潔いというかね、広さ的にはまあ体育館3つ分ぐらいの広さなんですよ、なるほど、そこにもう世界から選ばれし、うんうん、ルシアのものが並ぶと、うん、いやすごいですね、結構もういろんなギター、結構アコギもあるんですか。あります、そうですね、特徴としては、まあ、そういうスタイルだとこうアコースティックとか、クラシックとかっていうギターの展示会が多いんですけども、うん、このホーリーグレールが面白いのはこうエレクトリックも同じ、うん、クラシック、うん、アコースティックも一緒に開催する、そういうとこに並ぶんですね、面白いところですよね、うんうん、どうでした反応は、海外の方のは。直前ぐらいにインスタグラムとかを始めてまして、うん、行ったら結構インスタグラムで見てるよみたいな人が大勢ね訪れてくれて、結構あなんか知らない、全く知らない人じゃないんだなみたいな人がいて、ちょっと嬉しかったんですけど、まあ、時代もすごい時代だなと思いましたけどね、やっぱ見た瞬間やっぱ You are crazy な感じ。そうです ね、まあ片言でこう説明するんですけど、まあお前はバカじゃないかやっぱ言われてるんですまあ言ってましたね。ですよね、なるほど、こちらの方たちも面白いですね、そんな経験なかなかね。そうですね、カバン持ちもでなかなかできない、できないですよで美味しいもの食べて、美味しいもの食べて、当然ですね、それはね、約束ですか。でもね、この前弾かせていただいたやつちょっとまああるんで、まあ、改めて見させてもらいたいんですけど、はい、これじゃあちょっとご本人に持っていただいて、はい、これレスポール型の、まあ、トラディショナルなね、スタンダードなシェイプですけれども、はい、どの辺がこうポイントですか、改めて。そうですね、こちら一応、アルミトップと、うん、モデルという形で、まあ、ボディ自体、ネックボディはね、通常のマンガに、ウッドマテリアルなんですけども、ホロー構造で、空洞を持たせたボディにアルミで蓋をすると、うん、あ、ホローになってるんですね、タイプのギターですね。これやっぱり最初見た時、このね、彫金が、そうですね、これすごいですよね、まあ、ちょっと、画流で、やってる彫金なんですけども、まあ、誰かにね、教わったっていうわけではないんですが、一応、他にないようなものになるようにね、一応
やってみて、どんどん精度が上がってやっとここまで来たかなっていう感じですけども、うん、これ1本作るのにどのぐらいかかるんですか？そうですね、まあギターとしては、まあ、これでだいたい3ヶ月ぐらいですね。まあ今で言うと3ヶ月で2本ぐらいな感じですかね。2本ずつ今進めているような形なんで、形でやってます。1本、まあ、1ヶ月半から2ヶ月 ご自身で全て。そうですね、全部。なるほど、すごい。でこれ掘るんですよね？そうですね、これアルミですか？掘ってるんですよね。そうですね。プリントとかじゃないですね。あ、もちろんプリントじゃないですし、まあ一応、自分で、まずこれ下書きとかでデザインされるんですか？そうですね、一応図案として、デザインをして、うん、それをアルミの方にこう下書きで、毛書きをして、うん、それからこう彫り始めるという形ですね。なんか絵がうまい。いやどうですかね、本当に。まあなんかかめちゃめちゃかっこいい。これはイーグル。まあそうですね、こうね、まあ大体こう、うん、大きくデザインを決めて、あとここにねメインモチーフとしていろいろバラだったりイーグルだったりって形を彫りますけど。まあなんで、まあ自分の画力の限界がありますんで、これ以上ね、いや十分じゃないですか、めちゃくちゃ。まあどうなんですかね、これ以上が分かんないですけど、これって、はい、あの一回ガリっていっちゃったらミスったらどうなの？もちろんあの彫り物なので、あのまあいっちゃったものは消せないんで、ですよね。まあそれはアウトですけど、まあそれがね、あのリカバリーできるところであればいいですけども、やっぱりちょっとね、一番大変なのはこう実を言うとこう図案よりもこういう字ですかね。なるほど、文字。いやミスれないっていうね、なんかこうミミズみたいな字になっちゃったりするとやっぱかっこ悪いんで、一番こう文字は一番気を使いますね。難しい。こういうロゴとかですね。いや絶対無理。こういうね、リーフ柄とかはこうちょっと泳いじゃっても、なんていうね、うん、葉っぱみたいにやり直せばなんかリカバリーできますけど、やっぱこの文字とかこのメインのモチーフとかは大変、ね、気を使いますね。もう目がしょぼ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 になっちゃうんですね。なるほど。でもうギターを制作されたのが今始められたっていうのはいつ頃になるんですか？2009年に始めました。だいたい7年くらいですかね。その2009年、その作ろうと思ったきっかけっていうのは、まあなんでしょうね、本当に音楽が好きだし、やっぱり、うん、バンドをやって遊んだりもしましたけども、うん、なんでしょう、やっぱりこうギターそのもの、ギターっていう楽器自体が好きで、うん、まあ、みんな好きですね。そうですね、好きはいろいろいじってるうちに、まあちょっとね、こう頭の中にこう自分のこんなギターあったらいいなみたいなのがあって、それをね、実現したいと。いやそこもすごいですね、そこのハードルって結構高いと思うんです。まあ、そこから始まったんですけどね。へこういうギター作りたいっていう夢のギターを追い求めて、そうですね、それを、まあ、それを作るにはどうしたらいいかみたいな形でこう自分の彫金の真似事みたいなことをやってみたりして、まあここにたどり着いたって形ですけどね。それが7年ぐらい。そうですね、できちゃうもんなんですか、ね。まあ、こんな完成度高い、まあ、独学でいろいろ始めたのと同時に、1年間クラフトの学校に行って基本を学んだりもしましたけど、でみんなそれでできたらではないですけど、まあ、すごいです ですね。この完成度で作れるっていうのは、素晴らしい。なるほど、まあ、他にもちょっとギターあるのでまた見せていただきましょうかね、はい、改めて。ではこれ預かりましょうか、ね、こっちも、はい、ね、はい、そうですね、まあ、こちらはもうスタンダードなね、シェイプですけれども、こちらストラットタイプでね、やはりちょっとこちらと一緒で、アルミトップという、モデルで、ボディのこのトップ面だけをアルミで、作ってる、うん、まあ、ボディネックは通常のね、木の
あっちと比べると、ね、結構こう、はい、トラメみたいなのが入ってるんですけど、そうですね、これもまあそのさっき言った自分のこんなんあったらすごいなっていう誰もやってないですもんね。ちょっとこう、試しにやってみてなんかできそうだなっていうんでこういろいろ練習をしてここまで来たんですけども、うん、結局、トラメの模様を結局こう自分で描き込んで、メープルの木に見えるようにしてるわけですね。それも手作業で作ってると、はい、もちろんそうですね。これも近くで見てもらいましょうか。ね、うん、見えますか、彫金の感じ、ね、そこのイーグルね、ちょっと光で飛んじゃうかだったりとか、これはストラトの方はモチーフとしては近くで見てもらいましょう。トラ見えますか、ね、キラッとするね、こんな感じかな。このモチーフは海賊、これはあれですね、海賊ですね、パイレーツ・オブ・カリビアン的な形のドクロバージョンですね。なるほど、はい、かっこいい。でこれは、はい、アルミのピックガードではないんですよね。そうですね、ピックガードの形状に、色を塗り分けまして、塗り分けて、ピックガード部分にこれは透明のクリアのピックガードを上に乗せてあるという形ですね。考え方としてはこれが下地のアルミの色ってことですね。そういうことですね。これも今紫色ですけど、元はこういう色だということですよね。その通りです。お好きなギターってどういうギターが好きなんですか、もともと。僕はもちろんベスポールとストラトと、うん、アメリカのギターが好き、うん、まあトラディショナルなもので それで育ちましたね。あとは、まあ、マイケル・シェンカーが好きだったので、もちろんフライング・ウェイも好きで弾いたりしてました、ね、で今アルミトップでね、やってるのがもうそのまさにその3本に3本作ったという形ですね。なるほど、その3本が、まあ、トラディショナルな、まあ、モデルをちょっと元に、そうですね、ヤヤシさんのこのイメージが、そうですね、入ったものになって、まあ、個人でね、作っていくという時に、まあ、他にないようなものをやっていかないと、ないですよこれ木材の方も結構綺麗な木目が出てるんですけども、結構これはこだわりの、はい、ね、まあ個人仕入れになっちゃうんで、うん、なかなか難しいところなんですけども、今現状自分で入手可能な材の中で、まあ一番いいものを使うようにしてますね。ね、これバッグ綺麗ですもんね、うん、ちゃんとこうシースルーになってくれてるのが分かってるなって感じの ね、いやいいですね、うん、で今これ、まあ、あの2つねモデル見せていただいてるんですけども、これレスポール系と、まあ、ストラート系という、まあ、トラディショナルモデルをもとにヤシさんが作られたものですけども、はい、まあ、オリジナルシェイプもこれね、そうですね、じゃん、これがモデル名が、これがライシャスと名付けまして、そうシングルカットのね、うん、カーブトップのボディですけども、でアームがついてるって、そうですね、これはトレムタイプですね、うんうん、ライシャスってどういう意味なんですか。ライシャスっていうのはエリック・ジョンソンが好きなんですけど、はい、エリック・ジョンソンの、 曲名を拝借してつけた。なるほど、でもエリック・ジョンソンのってストラトじゃないですか。そうですね、まあとりあえずそこは、まあ、そこはまず、意味はないんですけどなるほど、そこから引用させてもらったという。これもか、このシェイプ僕好きなんですよね。すごく引き、ね、シングルカットが好きなんですけども、なるほど、その引きやすいっていうので、このちょっとくぼんだところ、こことね、やっぱりここのジョイントの仕方でやっぱりこのハイポジションの、うん、指の届き加減が全然変わってくるんで、ですよね、レスポールよりははるかにね、うん、もう余裕ですもんね、はい、握りがね、いいかと思いますけど、うん、やっぱ一番これがまあ、僕的には汎用性があるというか、どんな現場に持ってってもこうなんていうんですかね、うん、はい、安心するんですよ、ね、うん、でアームもあればもう何言われても大丈夫みたいな、そうです、ね、安心感がありますね。この辺弾いてもらったのはね、フロイドタイプも、ね、そうですね、ありましたけど、うん、これはロックナットじゃない、
ね、なるほど、どれもあるんですね、うん、でまあいろいろモデルありますけど、これらを、はい、例えばまあこうちょっとこの色はこんな感じでとか形はこれでとかいろいろちょっとこうオーダーすることっていうのは可能なんですか、はい、一般の人。そうですね、あの一応、全て、対応してるということではないんですけど、はい、一応、まあ、アルミトップという形では一応レスポールタイプ、ストラットタイプ、うん、と別にフライング V ってやってますけども、うん、その3アイテムで、いろんなピックアップだとかあのパーツをねこんなものにしてほしいみたいな、セミオーダータイプっていうんですかねっていう形で、あとご希望の色とかに合わせてオーダーは受けております。でオリジナルのモデル、まあ、今現状ライシャスとありますけども、うん、まあ、こちらはね、このモデルのオーダーを受けてるという形で、うんうんうん、いろんなねピックアップとかあの、ね、要望に応えながらあのそれを設計して作りましょうという形ですね。ですから、まあ、全く違ったものをね、オーダーで、やるっていう体制は今取れてない、うん、なんですけどね。どういう人に使ってほしいとかってあります？まあもちろん気に入って買っていただける方、全ての方にね、うん、使っていただきたいんですけど、なんかこう、まあ、それぞれね、モデル特色があると思うんですけど、そうですね、これだったらこんな人に似合うんじゃないかなとか、うん、まあ、やはりアルミトップに関しては、うん、結局一応こだわってるところは、まあ、このツヤありのボディとこのツヤで、ま、ツヤ消しで、ね、落としたアルミ面のこのコントラストですね、うんうんうん、これどっちもグロスにすることもねできるんですけど、あえてアルミのところはあのツヤ消しにしてあるんですけど、うんうん、ただこれステージとかで、はい、照明が入ると非常に、うんうん、なんていうんでしょう、マットなあの仕上げになってるんで、うん、ギラッとはあのテカッとはしないんですけど、照明が入るとギラッとするという感じ、わかりますかね。わかります、いい塩梅になるんで、ね、そうなんです、ね、非常にあのステージで目立つというか、うんうん、あのよりね、マットの方が浮き出す、違うあの反射の仕方をするんで、綺麗に色がねパンと出てくるという形になってるんで、じゃあ結構バンド系の、そうですね、割とこう表舞台に立つ方に、ね、持ってもらうと非常にステージ映えするんじゃないかなと思います、うん、まあそうですねステージで使いたいですもんね、この感じだと ね、まあ、なんかちょっとちらっと話聞きましたけど、あの有名なバンドのあの方も使って、うんっていうか、まああの前使ってらっしゃったんですか。使ってますね。ね、ええ、そう、もう結構いろんなところで露出が出始めてという、ね、出てますね。赤いやつですね。うん、赤い LP ジェームの、まあ、探してみてください。ね、ね、ええ、じゃあまあ今後いろいろこう夢が広がりますけども、ね、まあどんな感じで、まあ、このアイハッシュギターこう進んでいきたいというか、まあ、この展望みたいなものを。できたらなと思うんですけど、まあ、あのアルミトップシリーズはアルミトップシリーズとして今まで通りやってきますけども、今手掛けているこのねオリジナルシェイプモデルですね、こちらの方もちょっとバリエーションをもうちょっと増やして、まあ、トレムバージョンとかストップテールピースタイプもありますけ ど、うん、あと逆にこれねあのウッドボディですけど、逆にこれ あのアルミトップバージョンを作ったりとか、うん、あのあとは似たような形になっちゃうかもしれないですけど、このシングルカットじゃなくてダブルカットね、うん、ダブルカットで、もうちょっとやってみたいなっていうのは、またちょっと印象違いますよね、まあ、どうなるかちょっとまだ詳しくは分かんないけど、うん、将来的には考えてますね、ね、うん、あとはやっぱり買っていただいた人がやっぱりなんつうでしょうね、長く持って、うん、いたいなと思ってもらえるようなギターになるようにねしたいなと思いますね。いや間違いないんじゃないですかね、まあボトムズアップで扱ってるぐらいですからね、まあそうですね、うん、バカな店がバカなもの扱ってるのバカバカっていうね大丈夫ですかね、でそれであの結構、まあ、本数が少ないのと、あの見てみたいけどなかなか近くにないという方で、特にまあ田園調布のお店、東京なので福岡のお店にもアイハッシュあるんですけれども、ゲノプロダクションの方とかですね、ミュージシャンの事務所の方とか、うちのアーティストに使わせてみたいという方は、
ボトムズアップギターズまでご連絡いただければお貸し出ししますのでぜひ使ってみていただきたいなと。なんか面白い話ですね。いや、PV なんかにも非常にいいと思うんですよ。ミュージックビデオなんかでね使うのも。いや、それはいいでしょう、こんな映えるギターないですからね。はい、それも面白いですね。はい、いや、ぜひちょっと早いもん勝ちじゃないですかこれ。お願いします。いろいろ話が膨らみますね。はい、じゃあぜひ、はい、そのまあ、いろいろ気になる方はぜひこちらの、せーの、ボトムズアップギターズでぜひ。